体的にも精神的にも姉様は強いと思うの。私なんかじゃ絶対叶わない。悔しいけど私なんてやっぱり子供なんだよ。ま、姉様ぐらい強い人が好みってことだね。で、そういう見方はどうなの？好きな人の一人や二人できた？この後に及んで逃げようっての？そうはいかないよ。ねえねえねえ、カムイコタンの人だったらさ、誰が好みなの？誰なのよ。マナリー、あんた趣味悪いね。だけどドジでオンチでしょ。マナリをお嫁さんにする人は苦労するよ。マナリのことはヤンタムーに任せとけば大丈夫だけどね。二人を見てればわかるでしょ。ヤンタムーってばいつもマナリにちょっかいかけてるじゃない。あれは好きな女の子にいたずらする少年と同じガキっぽい方法だけど、ヤンタムーはマナリに振り向いてほしいわけよ。マナリもヤンタムのことが好きだからいつもいたずらされて喜んでる。バッチリ両思いじゃない。あんたの入り込む余地なんてないわけよ。残念だったわね。マナリ、あなたはなぜそのように歌が上達しないのです？歌い手の家の者として恥ずかしくないのですか？我が家の伝統を踏みにじることにもなりかねないというのに。このままなら親子の縁を切るほかなくなります。あなたが歌い手の誇りに気づいてくれなくてはこの家にいる資格などないのです。